皆さんこんにちは。笑顔の話し方講師太田裕美です。今日は聞き方についてのお話です。皆さんはセミナーや講演会などに出かけた時、どの席に座りますか？私はできるだけ前の方、もし座ることが可能なら最前列の真ん中を選ばせていただいています。私、この席、最前列の真ん中に座ったからにはやらなくてはいけないことがあるといつも思っているんです。しっかりと講師の話を聞くということです。当たり前じゃんって思った方もあるかもしれません。でもこの聞き方が大事なんです。具体的にどのようにするかというと、講師のお顔を笑顔で見る、笑顔で大きくうなずきながら聞く、必要に応じてメモを取る、大きな声で笑うなど、しっかりとリアクションをする、そして誰よりも大きな高らかな拍手をするというようなことです。講師の方に私聞いてますよと分かるように聞くということです。なぜこんな聞き方を皆さんにおすすめするかというと、これは話し手への思いやりだと思うからです。話し手というのはいつも不安なものです。ちゃんと話をみんなが聞いてくれてるかな、ちゃんと私の言いたいことをみんなに伝わっているかなって、話しては多かれ少なかれ不安を感じながら話しているものです。そんな時に前の方に座った人が大きくうなずきながら笑顔で聞いてくれていると、話してはとても安心することができます。ああ、ちゃんと聞いてもらってる、ちゃんと伝わってると自信を持って話をすることができるんです。話し手である講師が自信を持って話をすると、いい講演会ができます。いいセミナーをしてもらうことができます。最前列の真ん中にどんな人が座ってどんな聞き方をしたかで、その会場全体の雰囲気も変わるし、講演会の満足度まで変わってくるということなんです。講演会やセミナーなどに出かけた時には意識をして前の方に座る、そして意識をしながらちゃんと聞くということをやってみてください。ただこれ、講演会などでのお話だけではありません。会社で誰かが報告をすることを聞く、会議などで誰かが発言しているものを聞く、そういった時にもちゃんとうなずきながら笑顔で聞く、そういうことをしてあげると、その会議の質も上がりますし、報告会などもとても充実したいいものになると思います。ぜひこの聞く姿勢ということを日頃から考えていただけると、より良いコミュニケーションができ、また自分の話し方も向上すると思います。聞く力つけてくださいね。